こんにちは、ダイレクトな社長の広島です。今回はフラットセブンスの正体についてやっていきたいと思います。ぜひ一緒に見ていきましょう。それではやっていきましょう。ドレミファソラシドの中に突如として現れるこの B フラットのコード、これは一体どこから来て、そしてどうしてこれが使えるのかというところを見ていきましょう。やはりドレミファソラシドを基準にメロディーがある中で B フラットというコードというのはどこから来てるのかちょっと分かりにくいところがあります。しかし多くの楽曲でこの B フラットが使われて、しかも非常にいいサウンドを作ってるわけですね。まずはこのフラットセブンスが使われている楽曲を見ていきましょう。このフラットセブンスを楽曲にうまく取り入れたのはやはりビートルズでしょう。C キーにおいて考えてみますね。例えば Hey Jude の最後 C コードからなー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  Hey Jude という流れ。 Hey Jude のラストで C から B フラット F C。 他には Hard Day's Night もそうですね。 C キーに置き換えると It's been a hard day's night and I've been working like a dog。 ここで B フラットを使っていますね。 C F C、そして B フラット C。 もちろん邦楽なんかでも使われています。歌うたいのバラと C キーでやってサビの言えなかった想いがある短いから聞いておくれ愛してる。というところでも使っていますよね。このように非常にブルージーに使えるコードになってるんですね。ですのでこの B フラットが出てくるとロックな感じだったりブルージーな感じとしておそらく捉える方が多いと思います。ではこの B フラット、今度は音楽理論的にどういうものなのか見ていきましょう。この B フラットコードはいろいろな解釈ができますが、 D マイナーとも似ている。例えば B フラットのメイジャーセブンスに置き換えると、この B フラットを取り除くと DFA として D マイナーという考え方もできます。さらにこの B フラットの音をルートとみなさずにサードとみなすと G マイナーというふうな捉え方もできますね。この G マイナーの G がない状態なんていうふうに考えることもできます。ですので D マイナーと捉えればサブドミナント的要素とも言いますし、 G マイナーとして捉えると5のドミナントのドミナントマイナーという性質的に考えることも可能です。さらにはやはり B フラットというのはC メジャーのスケールではなくて C マイナーとして考えるということができます。このように一時的に他のキーから持ってくるというふうにモーダルインターチェンジという考え方でも大丈夫です。確かにマイナーとして捉えることもできますが、まあメロディーがこのフラットサードの音を出しているかというとそうでもないことが多いですね。そうすると僕は曲によってちょっと違いますが、 Hey Jude なんかはこの瞬間だけミクソリディアンドレミファソラシだけがフラットしたミクソリディアンのスケール的な考え方というふうに考えることはできますよね。
ていうふうにメロディーとしてはドレミファソラシドの中でやっていて、一時的に一瞬だけミクストリディアムのサウンドが入ることによってブルージーになってるなんていうふうに捉えることもできます。解釈はですね、その曲のどのシーンで使うかによって変わってきますよね。あとはですね、使い方として多いのは、福山雅治さんの桜坂などのように、通常の地域でもし考えると揺れる木漏れ日香る桜坂抱きしめたい気持ちでなどというふうに、純粋にどうしたというふうに順次進行の下降で下がったりしている進行で、ブリッジのところですね、会えないけど季節は変わるけど愛しき人、などというふうに使う。やっぱり場面が変わった感じがしますよね。そこまで非常に純粋なドレミの中でやってた流れから、一時的に違うキーに行くんじゃないかなっていうような、香りがするなんていう使い方もあります。それでは本日のまとめをやっていきましょう。ドレミファソラシドの中にいきなり現れてくる B フラット、これはモーダルインターチェンジとして違うキーから取ってきているというふうに考えることもできますし、 D マイナーや G マイナーのサウンドというふうに、捉えることも可能です。そしてですね、使われている楽曲はどういうところがあるかというと、まずビートルズを押さえてみてください。フラットセブンスの楽曲をビートルズから何曲見つけることができるかなんていうことをやってみるのも面白いかもしれませんね。平準の中でなー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 平準なんていう使い方、さらに Hard Day's Night の It's been a hard day's night and I've been walking like a dog なんていうところで使われてますね。これもどちらもブルージーな感じで使われてました。そして、歌う歌いのバラッドのずっと言えなかった言葉がある、短いから聞いておくれ、愛してる、ここなんかも非常に面白いですね。 F G A フラット B フラット C、 最後には見事に C に着地するなんていう使い方も可能でした。このフラットセブンスをオリジナル曲の中に取り入れると、やるねーなんて言われるかもしれませんね。ぜひ取り入れてみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。